本日は2021年の7月の14日火曜日でございます。えらいまた早い時間にアップするな、ごめんなさい、今日はもう昼からと夜にちょっと用事がございましてアップできませんので、そしてですね、伝えたいことがですね、昨日阪神対横浜野球の話ですけども、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。野球の話ですけども、阪神対横浜の試合がございまして、でそれがですね、なんとですね、おそらく1年に1度あるかないかの、まあ阪神からしたらねすごい試合でございました。結果は9回なんとですね4連続タイムリーで、阪神がサヨナラ勝ちをいたしました。これもしかするとね、5連続6連続タイムリーやったかもしれんです。でもサヨナラ勝ちですからね、はい、4連続タイムリーで OK やったわけですよ。 OK こと、こんなのも奇跡ですけどね、はい。でね、その時に昨日はね、どういうわけかね、新人の怪物佐藤くんがですね、控えやったんですね、はい。でまあ一遍外人もね、ロハスジュニア続けてどっかで使えたのは分かりませんからね、このままではちょっとかわいそうな気がしますので、まあそういう佐藤が疲れてるとかそういう判断もございまして昨日使わなかったんでしょう。そうしますとね、9回にやはり代打で出てきます。でもうこの時はね、3点差でランナーが1人おると、たとえ佐藤がですねホームランを打っても届かない、でももう2アウトですからね、使わなきゃいけないということになってました。そうしますとね、佐藤君はねヒットを打ったんです、ここでね。これがね、後々ね、後々というかすぐ後効いてくるわけですよ。結局ホームランで1点差でも終わってたわけですね。ところがですね、繋いでヒットを打ったと、でまた繋いでヒットを打ったというところで、この3点差を奇跡の逆転をいたしまして、4点0で昨日は勝ったわけです。持ってるなと、こいつは持ってると昨日思いましたね、はい。つまり、ストーリーを覆すような、ストーリー以上の、事実は小説よりもきなりをね、地でいくこのパワー、不思議な力をこの新人は持ってる時の思いましたね。もうそれはね、長島に似ています、はい。それはね、掛布に似ています、はい。バースに似ています。そして私の大好きな近鉄の超4番打者ブライアントにもね、一緒に言えることでございます。そしてね、昨日もう一つすごいなと思ったのはね、最後ね、監督のインタビューでね、もう出てきた矢野さんがね泣いてるんですよ。いろんな複雑な思いがあったんでしょうね、悔しくて悔しくてサイン泥棒したんじゃないかとかね、まあ言えば泥棒呼ばわりまでされてですね、それでも負けてしまう、悔しかったんでしょうね。それをですね、打てない打てない阪神打線が4連続タイムリーで、示してくれたと、これはもうはっきり言いましてね、監督身寄りにつけてたでしょうね。監督がね、もしここでね選手から嫌われてますとね、こういう現象は絶対に起こりません。多少はですね、やはりトップへの信頼感があるからこそ起こった現象であると、諦めるなと、次へ続けとね。私がね、集団行動が大嫌いなね、原因がこれと一緒でございます。集団行動はね、こけたやつを捨てていけって言うんですからね野球はそうじゃない、やはりね、こけても引きずり出して
次へ続けていこうというねスポーツでございます。まあそんなこんなで今日は早いですけども、これで失礼します。ではまた。